こんにちは、タカラトクタです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、ビットコインの、ね、動画を撮っていきたいんですけれども、まあ、かなりね乱高下をしておりまして、まあ、このねシンプソン相場をこう形成していきながら、だんだんとこのね幅がボラティリティの幅が狭くなってきているような感じがしますね。株式市場などに、ね、目を向けてみるとですね、金曜日ですね、毎月第1金曜日にアメリカの雇用統計が発表されるんですけれども、こちらですね、このアメリカの雇用統計ですね、非農業部門の雇用者数がですね、市場予想を、上回っておりまして、大幅な利下げの期待が、後退したというところから、このアメリカ株式市場がですね、下落したわけですね。こちらですね、ダウ、ナスダックともにですね、下落して終わって、この週末を週明けを、迎えておりますね。そういうことからですね、このあたり今ビットコインですね、このアメリカ株式市場などの様子を見ているというような雰囲気がしますね。こういった動きはですね、仮想通貨これまで、ビットコインですね、何度も見られた形でありますので、特段今、どうなるかっていうところは正直言えない部分は、あります。今日ですね、23時頃から迎えるアメリカ株式市場の、価格などもね、ちょっと気にしていきたいところですけれども、実際日経平均株価ですね、この黄色い線なんですけれども、一時、ね、200円、近くで反落していますので、この流れ、まずアジアの投資家がね、まず始まって、そこからまたアメリカ、時間軸が違いますので、アメリカ株式市場の方にも、どういった影響を及ぼすのかっていうのはちょっとわからないところでありますが、気になりますのでね、ちょっとここも注視していきたいところですね。いろんなせめぎ合いが、見られるというところですね。ただビットコインがですね、レンジ相場に移るとですね、他の、アルトコインの方に、シャワー効果で資金が流れていくということもね、これまで見られましたので、今この他アルトコインの価格を見てみてもですね、そんなに大きな動きはないですね。 XRP も42円、あたりまでね、回復して43円近くまで来ていますが、イーサリアも今3万3000円台で推移していますね。というかこの120万円台、ビットコインはこの辺りで推移していますので、やっぱ意識されているのが1万1000ドル台になってきますね。やはり強くなってますよね、相場全体、ビットコイン全体を見てもかなり強い、市場になってきているなというところですのでね、あまり焦らずにですね、どっしり構えていった方がいいのかなと思っております。で、今ですね、やっぱその法定通貨のこうに変わる資産というものが注目を集めていて、それがまず一つはビットコイン、そしてもう一つは、金というふうに言われています。で、実は三つ目がありまして、これはそのフェイスブックが、今構想を進めているデジタル通貨リブラですね。そのなぜリブラが注目されるかっていうのをちょっと後で簡単に説明しますけれども、というか世界経済とかね、この通貨制度が変わってくる、これから世界が、どんどん変わってくるという今時期に差し掛かっていて、もしかしたらそういった歴史的な瞬間をね、僕たちは見ることができるのかなというふうに考えております。ただ今アメリカとね、イランの方もね、結構きな臭い感じになっていますし、そこもね含めて投資家たち、世界の投資家たちはどういうふうにこう資産を守っていこうか、そしてどういうふうに資産を増やしていこうかっていうところを念頭にね置いていると思います。その一つの、避難先が、ビットコインということでもあります。その逆に言うと、世界のね、世界情勢が良くなったり、景気がですね良くなってくればですね、ビットコインから資金が出ていくことということも考えられるんですけれども、それとはまた別にですね、この仮想通貨ブロックチェーン技術の普及というものが世界的に進んでいけばですね、おのずとビットコインの価値は上がってくると、そして他のアルトコインたちも価値を上げてくるということは見られるわけですのでね。あとはですね、その、テザー問題ですね、この相場の、価格操作をやっぱ疑う声は根強いんですけれども、例えば、ビットフィニックスによる、テザーを介した、価格の釣り上げ説などもありますしね、このあたり6月の、末に見せた、急激な、暴騰
それからの、ね、反落がありましたけれども、このあたりも、ね、こう噂を呼んだり、ETF の承認ですとか、ね、こうテザーが、大量に発行されたとか、そういった、こともありましたので、まあ、結局テザーによる錬金術というような言われ方も、ありましたのでね、まあ、ただですね、実際のところテザー問題、まあ、一つあるとは思うんですけど、今現在ですね、ビットコインの時価総額なんですけれども、約2100億ドル、日本円にすると23兆円になるわけですね。で、1日の売買代金というのは約300億ドルに上っていまして、まあ、これだけですね、もう市場規模が大きくなった、このビットコインというものを、例えばじゃあクジラと言われるですね、正体不明の、ね、大口保有者がですね、まあ、動かすということも、まあ、ちょっと普通に考えてみるとちょっと難しいのかなっていう、ね、意見も出てきていますので、まあ、今後ですね、この価格操作をクジラだけが行うというのはですね、なかなか難しい市場になってくるのかなということは、よりね、健全な市場に向かって、いくのではないかなというふうに、ね、考えられますので、ただ、純粋に投機的な目的ですとかね、この資産を、ね、守るという目的で資金が、まあ、ニューマネーというやつですよね、ビットコインに流れてきているということはね、ほぼ間違いないのかなというふうには個人的には、ね、考えています。そして個人投資家もこの自分の資産を増やすためにビットコイン、もしくは、ね、その仮想通貨を保有して、まあ、長い目で見て増やしていこうと。そして、まあ、トレーダーの、ね、方々、というふうに、たくさんの方が、ね、参入してきているというふうに考えられますので、まあ、とにかくこのお金の、ね、流れ、マネーの流れというものを意識するだけでも、ね、多分自分の資産の増やし方というのはだいぶ変わってくるのかなというふうに思います。そして気になるその金が、ね、高騰してきているというのも、やはり今後、ね、世界的な、ね、景気の後退を懸念する、されているということが、ね、裏付けられていると思うんですけれども、問題は米連邦準備理事会 FRB ですね、この景気後退を未然に防ぐ利下げ、ね、の姿勢に転じているわけなんですけれども、それで6月末から、アメリカ株式市場も、ね、上げてきて、史上最高値を、ね、つけたというニュースも、ね、7月4日あたりに、見たんですけれども、まあ、そこからですね、その雇用統計につながってですね、その株式市場、アメリカの株式市場が最高値、更新したにもかかわらず、トランプ政権がですね、FRB に利下げを迫っているというところですね。で、雇用統計があって、この利下げ の期待が、ね、下がってきたので、ここから株式市場、下がってくればですね、ビットコインに資金が流れてくることということも考えられますので、この週明けですね、少し価格の動き、注目していきたいところですね。個人的には少し、伸ばしてくるかなと、伸ばしてもらいたいなというところですね。はい。で、ですね、先ほど伝えたFacebook が、ね、発行しようとしているのリブラなんですけれども、この銀行預金ですとか、ね、短期国債を裏付けとする資産に、ね、する計画 でその設計図が、ね、先日公開されて、世界中の、ね、エンジニアがこう開発に参加できるというところですので、このリブラも本当に今後注目の、仮想通貨になってきますからね、すごいイノベーションが起きる可能性は、ね、十分考えられますね。とにかく今世界はですね、その自分たちのこう資産を、どのように守っていこうかという流れに、ね、シフトしております。その流れに沿って、仮想通貨とかブロックチェーン技術がより世界に普及していくっていうのはもう明白なのかなというふうに、ね、僕は個人的には確信していますので、まあ、そのあたりは、ね、一つファンダの、ね、材料にしていただければと思いますね。とにかく今はですね、そのビットコインや金が見直されている時代ですね。そして今政府支出にこう財源が、ね、不要と主張するこう現代貨幣理論というものも出てきているらしいです。 MMT と言われているようなんですけどね、まあ、こういった、ね、ビットコインも、そういったの現代貨幣理論の中に、ね、組み込まれていると思いますので、まあ、そういったところで相場を、ね、操縦されているこうビットコインの価格操作が、ね、あるといった、何ですか、一種のこう偏った視点で見るのではなくてですね、もっと大きな局面で、ね、見ていくと、もしかすると今後、資産を、ね、増やすチャンスをまた、ね、再度つかめるのかなというふうには個人的に考えていますので、とにかくドルの、ね、基軸体制が、ね、揺らぐかもしれないという
本当に歴史的な、ね、節目に、僕たちは立っている可能性が高いですので、まあ、そこはしっかりとね、今後の市場を見ながらですね、やっぱり世界情勢の、ね、こう何でしょう、流れも、ね、ちょっと怖いですよね。トランプさんもイランに、ね、追加制裁警告をしているというところもあってね、なかなか怖いなというところもありますからね、まあ、しっかり、自分の資産はやっぱ自分で守っていかなければいけないという時代になっておりますね。はい、ということで、ですね、また何か情報があればですね、お送りしていきたいと思いますのでね、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。